映画揺れるでタケルを演じた小田切譲です。映画監督の西川美和です。最新作素晴らしき世界の公開を記念して1月27日に揺れるのブルーレイの発売が決定しました。いや素晴らしい作品ですよこれは。僕の中では20代を代表する作品というか、あの当時できることをもうこれで最後にしようぐらいの気持ちで挑んだ作品でした。そう、私はこの吊り橋のたもとでそれをこう小田切さんからそうなんですよと責任取ってくださいと強く言われながらですねそういう覚悟で挑んだ作品です。でももう15年経っているから自分のものとも思えないぐらいあの客観的に見れたんですけど面白いですよね。めっちゃめちゃ面白いですね。面白いです、いや本当になんか見ないとやっぱり、なんか損しますよこの作品は。2人で改めて制作当時を振り返った対談も収録されています。ぜひご自宅でお楽しみください。今度ばっかりは堅いぞ。相手にしない方がいいんじゃないですか。暴走に耐えられる対象じゃないですよ。そこが面白いんじゃん。下町で暮らす優しくてまっすぐすぎるこの男三上、実は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。働きてって言われてもね、反社の方には例外なく保護はおりませんから。取り直し。あもうダメ。社会に出された途端赤ちゃん並みに無力ってことですね。善良な市民がリンチに踊っても見過ごすのがご立派な人生ですか。回して回して。なんで戦ってぶちのめすしか策がないと思うんですか。そこが変わらない限りあなたは社会じゃ生きていけない。お前らみたいな卑怯な人間になるぐらいな死んで結果だ。助けが欲しいんだったらばためらわないでほしい。あんたみたいなのが一番何にも救わないのよ。申し訳ございませんでした。全てこちらの勘違いです。冗談じゃん。人生のレールを踏み外した男が見た新たな世界とは。素晴らしき世界。